小早川まだ動かんのか。撃て。いつ動くとまでは家康と訳しておらんのでの、数勢が決まるまで高みの。あの大筒はリーフレゴから。リーフレゴ安人か。向かうは西軍。大谷の首を取れ。
せぞ。
じゃ首が増えるだけじゃ首になるのは嫌じゃ。いやいや負けじゃ負けじゃ。敵ながらあっぱれ。三成殿、茶坊主、小山氏、そろばん名人など揶揄されるが、自らの俸禄の半分でわしを召し抱えたその無欲さ、清廉なる野心がわしには何より好ましい。三成に過ぎたるものと言われておったが、最後まで武士らしき方向もろくにできぬとは。三成殿こそわしには過ぎたる主君であった。この首を持っていけ。この首があれば一国一城の主も夢では。お前どう思うじゃねえ。それではわしの気が収まらん。ならばあの槍ではどうじゃ。You're trying to buy time。まああんたが頼りにしていた侍もおしまいか。あと数百命があれば絵の具の秘宝で何とかできないこともない。兵を犠牲にしたくないという場合でもないと思うが、どうはね。頼む。
Mm-hmm.